なんだったパカパカ。おおおおそほら見つけたぞパパ。しこっこの壺はパパはなさっきんそれ命あるだけじゃ。ああダメだ。あなたまでバカパパがこまずは先に言ってもバカパパのこと、うん、そう。はあ、このバカパパの言葉を信じるの？聞くならあなたが聞いて。どうせあの壺にはお酒しか入ってないんだから。ん？ああこぼすんじゃないぞ。俺が苦労して手に入れたんだから。本当にパパを頼る気？もう無駄だって。どうせその壺には、うい、この匂いは、うい、離れて。なんて強烈な匂い。まさか本当に薬草スープが入ってるの？どうだディオナ、パパはちゃんと覚えてたぞ。約束は守るからな。できもしない約束なんてパパはしないぞ。うバカパパ、こんなの入れたらもう酒壺として使えなくなるのに。酒壺がなけりゃ直接飲めばいい。問題ないさ。うん、ちょっと待ってて。今から酔い覚ましのドリンクを作るから。この薬草スープはもともとヒルチャールに活力を与えるもの。私の持ってる材料と合わせれば酔いなんか吹っ飛んじゃうんだから。シェーカーを持ってきててよかった。使い切っちゃわないようにまずは少量だけ取り分けて。私には私流のやり方があるから心配しないで。あなたはただそばで見てるだけでいいから。完成！これが酔い覚ましのドリンクだよ。はいパパ、飲んで。ダメだ。これ以上飲んだらうちの娘にまた怒られる。飲まないぞ絶対に。酒は人をダメにする。今さら思い出したって遅いな。ほら、もういいから、早く飲んで。これは、うまい。少しだけなら、飲んでもいいか。はいはい、少しでも一口でも一滴でもいいから飲んで。ああ、なんてうまさだ。あれ、ディオナじゃないか。どうしてここに。頭が割れそうだ。ほらパパ、酔いが覚めたなら早く帰ろう。確か何かを探しにここまで来たような気がするんだが。そうだ、薬草スープ。ディオナが前に言ってたヒルチャールシャーマンの薬草スープを見つけたんだ。壺いっぱいに入れといたから、きっと足りるはずだ。で、俺の酒壺は？まさか、なくした？何？そうだったのか。どうやらまた酔っ払ってたみたいだな。大丈夫、慣れてるもん。それよりパパも元に戻ったことだし、帰ろう。エレンたちが待ってるよ。ああ、そうだった、エレンもいたんだよな。すっかり忘れてた。もう大丈夫なんだよね？もし歩けそうにないなら旅人に肩を貸してもらったら？大丈夫大丈夫、問題ないから早く帰ろう。ディオナ、つい酒を飲んでしまって。別に初めてのことじゃないでしょ。酔った勢いでもっと変なことをやったこともあるし、夜中に街にいるワンちゃんを追い回して、犬チェールだーとか叫んだり、街の入り口にある泉の水を瓶に入れて飲み始めたり、狩人と忠実な犬チャールの歌を書いてくれって、マイワイスさんにねだったり。うわぁ、ディオナ、その話はもうやめにしよう。ほら、旅人も聞いてることだし。それに比べたら、今回のはまだまともだったよね。とにかく、
薬草スープが見つかってよかった。うん、ありがとうパパ。ん？何か言ったか？よく聞こえなかったが。お酒の量を減らせって言ったの。ああ、もちろん。できるだけ減らそう。ふん、パパのバカ。旅人のおかげで大事に至らなくて済んだよ。エレン、他のものを集めてこい。今日の収穫を数えたら清泉町に戻ろう。わかりました、すぐ準備します。ディオナと旅人も俺たちと一緒に清泉町に戻るか。ううん、彼とはここに薬草スープを探しに来たんだ。それもパパが見つけてくれたし、モンド城に戻るよ。あの薬草スープが役に立つならよかった。でも、さっき酔いざましのドリンクを作るときに使ったんだろう？体操か。もう、私はプロのバーテンダーだよ。一気に全部使うわけないでしょ？十分な量を残しておいたから大丈夫。私たちはモンド城に戻るね。パパも気をつけて清泉町に帰って。あと、二度とあんな風にお酒を飲んじゃダメだからね。わかった、安心しろ。それに、パパの酒壺はディオナが持ってるだろう。それでも隠し持ってる酒壺があるかもしれないでしょ。ふっ、旅人、材料も揃ったことだし、キャッツテールに戻ろう。酒場に着いたらスペシャルドリンクを作ってあげる。あなたのお酒への幻想を全てぶち壊せるものをね。酒を飲むと悪いことしか起こらない。俺も気をつけないとな。デュラスさん、みんな準備完了です。今日の収穫を数え終わったら出発できます。壺に入った薬草スープでドリンクを作る準備をしてくる。どうしたの、ぼーっとして。ドリンクを飲みに来たんでしょ。ふぅ、それは私の体質のせいなの。簡単に説明すると、私が作るお酒は必ず美味しくできちゃうんだよね。これはバーテンダーとしてのプライドから言ってるわけじゃなく、紛れもない事実。どんな材料やどんな製法を用いても、私が作ると絶対に美味しくなるんだ。だから、この体質を克服する方法を探してるの。薬草スープもそのために手に入れたかったんだ。この体質さえ克服できれば、私のドリンクで、あの酔っ払いのおじさんたちに、お酒の恐ろしさを思い知らせることができるはず。まあ、この話はここまでにして、ドリンクを飲みに来たんでしょ？ほら、早くお店に入って。まだまだ特別な材料を揃えてあるんだから。待ってなさい。必ずまずいドリンクを作って、あなたが酒場に近づくことさえ嫌になる思い出を作らせてあげる。うい。それも今日までにゃ。まだ試してない材料も、製法もたくさんあるもん。ほら、もたもたしないで。心の準備ができたら、
リオナのスペシャルドリンクを味わわせてあげる。